ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは北海道札幌市浄土真宗本願寺派浄光寺住職、青山直樹さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。なんか、まあ、こう、ローカルトークから始めちゃいましたけど。はい。なんか、まあ、その流れでも、いいかなと思って。なんかどうですか？札幌に住んでみて、その京都生まれ、京都育ちからの、うちの寺ね、津が、継いでくれんかっていう話から。もう、20代そこそこで、お寺に、まあ、入るってことですね。入寺ですね、北海道いいです。いいですか？いいです。やっぱりね、京都離れると、京都もよく思うんですけれども、北海道もすごくいいです。寒いでしょ？何がいいかというと、やっぱ、人が割とウェルカムですね。ああ。それはそうかもしれないですね。また、やっぱ僧侶の世界って比較的排他的っていうか閉鎖的なイメージがあるんですけれども。はいはい。北海道の僧侶の方って皆さん、あんまりね、そういう過去のこととかなんか、そういうの、肩書きとか気にしないっていうかですね。まあ、いい意味悪い意味あるんですけども。なので、スッと入っていきました。あ、なるほど。割とこれが本州とか、その伝統的なエリア、地域とかだったら。ああ、コテコテのエリアだと。入寺しても受け入れてもらえなかったんじゃないかなと思うんですけれども。北海道は、まあ、風土的にまだ150年ちょっとの歴史しかないですから。みんながそれこそ内、本州から来られた方の方が多いですから、そういう点では、いいとこに入寺させてもらったなって思ってます。なるほどね。はいはい。じゃすんなり。すんなり、僧侶仲間もたくさんいますし。はいはい。そういう点ではありがたかったです。でもね、その雪とかもあるし、結構こう、生活も変わっちゃうから、そこはどうですか？びっくりしました。びっくりしました。夏、冬靴。うん。夏タイヤ、冬タイヤ。夏用ワイパー、冬用ワイパー。京都じゃなかったですから。まあ確かに京都で靴買えないですね。買えないですし。まあ、ケスクさんのところ住んでるエリアだったらもしかしたらタイヤ交換するかもしれないですけど。はい。いや、でも、せずになんとかなるぐらいです。なんとかなりますよね。その年に1回ぐらい降るか降らないかありますけど。はいはい、はい、その時さえ乗らなければ。そう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 。まあ、北海道、本当ガチに降るじゃないですか。そうですね。はい。で、冬凍結路面で。うん。もう絶対スタッドレスじゃないとね。走れないですから。うん。で、夏用ワイパーとか、冬用ワイパーじゃないと、夏用ワイパーで冬使うともうゴムが切れちゃうんですよね。あ、はいはい。そうですね。あ、確かにな。それあんまり知らない人も多いかもしれないですね。雪のね、ワイパー。うん。そういう点ではもう、今でもやっぱ冬は、ちょっと運転とかは怖いです。で、車でも、普通に車乗ってたら四駆なんて意識しないじゃないですか。四輪。はいはいはい。うん。北海道は四輪駆動じゃないと、特に札幌とか小樽とか雪多いところは走りづらいですから、うん。そうですね。うん。四駆ってすごいんだと思います。確かに。四駆かどうかって別にあんま意識しないですもんね。普通の地域だと。雪ないとこだったら、関係ないじゃないですか。うん、それが雪多い北海道のエリアでしたら、もう四駆じゃないと走れないですから。
うん。まあ、走れないことはないけど、まあ、走りたくないですね。走りたくない。発進がで、うん、もう滑ってね、空回りして、できなかったり。だけど、あれ、郵便屋さんよくあれでもカブン乗ってますよね。もう冬、両足広げて乗ってますよ。ね、あれもすごいなと思って。でも、時々こけてらっしゃいますよ。そうなんですね。ええ。あれは命がけですね、郵便屋さん。うん、あと、宅配業者も大変ですよ。ああ、そうですね。二車線が一車線とか、もう道路半分になりますから、雪があったら。うん。だからもう二人体制ですからね。うん。待ってる人、移動できるように待ってる人と、あと配達する、届ける人とね。はいはい。ひどい時だったら、そういうのもあります。私も、月命日のお参りって、北海道、楽器参りってあるんですけど。はいはい。その時、1月、特に2月ですね。休みになる時多いです。車置く場所ないですから、休んで、今月休んでくださいとか。もう入ってきたら埋まりますから、今月休んでくださいとか。はいはい。2月は、だから、月命日のお参り減ります。ああ、そうですね。はい。うん。あれ、うん、セッター、履いてる場合じゃないですよね。セッターなんて履けないです。本当に豪雪地帯のお坊さんは、もう、長靴履いてらっしゃいます。そうですよね。うん。私はもう普通に、セッターじゃなくて、もう、靴履いてるんですよね。うん、うん。ブーツとか履きますね。はいはいはい。ノースフェイスの。そうなの。足首よりちょっと上にまで行くようなブーツ履いてる。あったかいやつ。はい。そうしないともう、足袋濡れちゃいますから。うん。うん。やっぱ、冬は大変です、北海道。うん、それこそ、渋滞するんですよ、札幌って。ああ、もうみんなね、ノロノロ運転になりますからね。ええ、だから普段、この前一番ひどかったのが2年前に、もう大雪降ったんですよ、札幌。うん。うんうんうん。そしたら、10分で普段行けるところが、2時間かかりました。うんうん。もう、車で10分のところ2時間ですから、全く動かないんですよ。はい、はい。もう。あちこちで事故も起きるし。で、埋まって、トラックが埋まってて脱出できなかったりとか。うんうんうん。ひどかったです、2年前の冬は。もう、あれは嫌ですね。嫌ですね。だから、移動時間が読めなくなっちゃうので、うん。精神的にちょっと参ります。疲れる。ああ、そうですね。はい。移動時間といえば、かなりの距離走りますよね、車でね。私、一番多い時年間5万キロぐらい走ってました。今、2万キロぐらいです。ああ。北海道教区とか言うと、ね、まあ、確かにその、お寺行政単位で言うと、まあ、一つの教区なんだけど、距離が半端じゃないんで、根室とかからみんな札幌に集まってこようとすると、まあ、飛行機で来るか、車で来るとやっぱね、10時間とかかかったりしますもんね。ね、根室、加藤さんいるじゃないですか。はいはいはい。うん。あの方よく札幌いらっしゃるんですけど。そうですね。タイワーさんよく走ってきますよね。多分、あそこから、別海町からだったら6時間、7時間ぐらいですかね。ですね。うん。いや、だいぶそれも早いですけどね。うん。距離換算すると。はい。加藤さんはすごいです。すごいですね。うん、もうね、別もそんなもんだと思ってやってるから。そうですね。うん、結構ね、根室村の人って走る人多くて、私、布教に行ったお寺あるんですけど、はい、その方、年間7万走るって言ってました、ね。あもう子供の学校の送り迎えで1日70キロ走るって言ってました、ね。送り迎えだけでですよ。うん。厚岸の人なんですけれども。だから、その人プリウスだったかな。はいはい。いや、もうね、燃費がもう本当に重要ですよね。重要なんですよ。じゃあね、
トヨタ自動車がその人に車のテスト具合を聞くんですよ。具合を。あ、そうなんだ。もう走りまくってるので、なんかね、ディーラーだったかな、トヨタ自動車本社かわかんないですけど、その人に聞くって言ってました。へえ。その人が言って、ちょっと、リコールになったところもあるって言ってましたから。本当に、ここちょっと調子悪いんだけど。調子悪いって。根室の住職の意見で。あっけしの佐藤さんって言うんですけど。そうですか。もう、一家に、あそこ何人家族かな ?5 人ぐらいいるんですけど、5台ありますからね、車。ああ、もうね、そうならざるを得ないっていうね。車ないと生活できないですから。うん。スーパー行くのにも多分、片道20キロぐらい走れますから。はいはい。そのあたりだったら。うん。大変です。いやひたすら北海道の話をしてますけど。はい。北海道の、なんか、地域地域でこう、ローカル仏教っていうのかな、あるじゃないですか。なんか北海道ならではのこう、お寺の、形とかってあるんですかね。本州ではないけど。例えば、形っていうと、外見の形で言うとですね。はいはい。本州って割と三角屋根、瓦屋根多いじゃないですか。うん、うん。でも北海道は、その三角屋根のお寺っぽいお寺って少ないんですよね。ああ、そうですね。うん、うん、うん。で、割とビル型のお寺が多いですね。そうですね。うん。うん、というのも、やっぱ雪が降るので、なので、三角屋根だと雪が落ちちゃうので、はい、まあ、ちょっと地方、郊外のお寺だったら、まあ、その雪を落とすスペースがあっていいんですけども、うん、割と都市部のお寺だったら、もう落とすスペースがないですから。そうですね。塩屋のお寺は三角屋根でしたけど、うん、あ、危ないんですよね、あれね。危ないです。うん、だって、毎年、そういう、まあ、お寺とか、そういうのの、こう、雪が落ちてきたので、怪我したり、なくなったり、ね。怪我したり、なくなったりするし、下手したらなんか、春になって見つかるじゃないけど、それぐらいの、あれじゃないですか。あります。うん。だからもう、札幌とかはもう、捨てる、雪捨てる場所がないところは、もう、一シーズン、雪を積みっぱなしっていうか、屋根に乗せっぱなしですから。うんうんうん。なので、平らな屋根が多いですよね。そうですね、うん。でもあれってこう、乗せっぱなしで、重みで大変なんじゃないですか。あれ、融雪しちゃう？溶かしちゃう？溶かさないです。もう乗せっぱなしです。乗せっぱなし。うん。なので。だいぶ重くなりますよね。だから大抵もう、どこのお寺も鉄筋コンクリートです。うん。木造の寺ってないですね。うん。うん。本堂が。もう、本堂、納骨堂、栗が一緒になったもう、キューブの寺ですね。うん。が多いです。本州って割とそういうの少ないですけども。うん、じゃあなんかそういうキューブ型お寺を建てる専門業者とかいるんですかね。お寺専門でもないのか、もはや。キューブだからもう別に寺専門じゃなくてもいい、うん。なくてもいいんですね。うん。うん、その辺が、まあ、違いですね、本州と。うん。確かに。あとは、まあ、浄土真宗は多いですよね、北海道は。多いです。うん。大谷派の方が多いかな。大谷派の方が若干多いですね。うん。で、月参りもね、多いですよね、結構。月参り多いですけども、今、それこそ減ってきてますね。うん。で、コロナが加速させましたね。そうですね。はい。あれ、月参り、毎月命日にお坊さんが自宅に来て、お仏壇にお経をあげてくれるっていう。ええ。うん。まあ、あれも一つの収入源っていうのか、ね、そういう、こう、月々のものですからね。ええ。それが今、コロナで、お休みしますって言って、休んだままで。復活しないご家庭が多いですね。そうですよね。うん。多分復活する気ないと思います。はい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 。このまま行きますね。うん。
月参りの時は、いろいろおしゃべりするんですか？私はもうかなり喋りまくります。そうか。聞く方が多いですけれども。まあ長い時だったら1時間ぐらい。はい。お、そんなに？います、います。へえ、あ、じゃあ、あんまこう詰め込まないんですかね。ほら、まあ、あんまり詰め込むと、そんな長く聞け、あ、もう次行かなくちゃってなっちゃうから。まあ、もともとうちの寺、仙台住職は10代、京都にいたっていうぐらい、あ、はいはい、もう、段階数そんな多くないですから。あ、そっかそっか。うん、割と余裕あるんですよ。はいはい。そんな、ゆったりとできると。ゆったりと。だからもう、段階さんの孫の名前までわかります。うん。どこの高校通ってるかとか、何部入ってるかまでわかりますね。すごいですね。すごい。地域の主だ。ただ、あまり踏み込まれると嫌な人もいるので。はいはいはい。その辺ちょっと、さじ加減難しいですけど。そうですね。ちょっと踏み込みすぎたなみたいな時もあるんですか？ありますよ。私割と下の名前で読むんですよ。はいはいはい。下の名前でね、名字。はいはい。その、ケイスケさんみたいな、ね。ケイスケさん。うん、うん。そしたら、下の名前で呼ぶのやめてもらえますとかって言われたことあります。はいはいはい。ええー、と思って。まあいろんな人いるから、まあその方にはそういう名字で呼ぶようにしてますけども。うんうんうん。いろんな人いるなと思って。逆にその下の名前で呼ぶのは何由来なんですか？なんか親しみ込めて距離感縮まるかなと思って。あ、単純に。単純に。うん。昔から？昔から呼ぶんですよね。うん。なんか、だって、檀家さんのね、例えば松本さんっていう家行った時にですね、ほぼ松本さんしかいないじゃないですか。そりゃそうだ。だから下の名前で言わないと、呼びかけないと誰に話してるか分かりにくい。うん。だからお名前聞いて、下の名前で呼ぶようにはしてるんですよね。そしたら意外と、そういうふうに話してると、うちの家族のこととかも気にしてくださって、うんうん、それこそ、長男野球やってるんですけれども、野球の試合とかに檀家さん結構見に来てくださるんですよ。へ昨日でも、だから、球場行ったら私まず最初にするのが挨拶回りですよ。あ、はいはいはい。檀家さんとこ行って、うん、お忙しい中ありがとうございますって、そういうのやってます。へえ。やっぱ、こっちが気にすると、相手もこっちの方を気にしてくれるんですよね。気にかけると。だから、うちなんてそれこそ、いただき物で生きてますからね。食べ物もそうですし、靴ももらえますし、服ももらうし、靴下ももらうし、もう、どんだけもらうんやつぐらいいろんなもんいただきます。クーラーとかももらえますよ。ホットプレートとか。へえ。もう、いただき物で生きてるのが私、うちです。ああ、いいですね。いいです。お寺らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもご愛聴ありがとうございます。テンプルモーニングラジオは、総再生回数50万回を突破しました。リスナーの皆さんからゲストのお寺にお参りしたいという声をいただいており、これまでのゲストのお寺を Google マップから探せる音の巡礼マップを作りました。トークやお経の音源にもリンクしているので、過去の配信へのアクセスにもお役立てください。マップの URL など詳しい情報は音の巡礼ノート、または番組のホームページをご確認ください。
ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。このポッドキャストはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。